どうも、キスケです。今回はアルハンブー使っていこうと思います。まあ、赤の6凸になったんで、こいつ自身が持ってる最大ステータスですね。でこいつ確かね、1周年前、まあ、1周年のキャラクターなんで、強いんですけど、まあ言うても1年前のキャラクターじゃないですか。まあ、だから今の環境通用するのかっていうのもちょっと楽しみだから使っていこうかなと思います。で、このバリアーね。まあ、やっぱりバリアーがね、その相手が攻撃避けちゃうと、2回までですけどドローしてくれるんですよ。まあ、だから結構簡単にバリアーを発動できるんじゃないかなということで使っていこうと思います。今回は再生パーティーで使っていきます。まあ再生パーティー組んでみて思ったことが、青色がちょっと弱いね。やっぱりベビーだともう火力が乏しいので、まあ、出していくのは難しいけど、まあ、相手のパーティー見てちょっと考えていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきましょう。黄色がいない。じゃあ人造人間21号出していくか。まあこれでいきますか。はい、よろしくお願いします。まあもしかしたらこれベジットブルー出てこない可能性もあるんだよな。もうその時点で勝ちその時点で勝ちでしょ。だってベジットブルー出さないんですよ、今一番強いと言われているキャラクターを。さあ来い、よろしく。出てくるかそんな甘くなかったな。 OK、 イージーイージー。まあ撃っちゃおう。はい、手札2枚破壊なんで、そこそこ火力は出るんちゃいます。 OK、 はい、通常んーバリアー、圧がないんですけどねはい、バリア気持ちいいか、ベジットブルー気持ちよさそうやな、ベジットブルーさんよ。まあ、こっちで食らおう。いや、結構入んな。よし。近づき体力が半端ないな、この人。まあ、人造人間21号はね、可愛らしいんで、まあ、近づきたくなる気持ちもわかるんですけど。はい、ライジング。まあ、これ、紫落とせれば、アルブがだいぶ活躍するんじゃないですか。もう今ので結構活躍したけどね。よし、でメイン使うと余ダメージ60カウントの間上がってるんですよ。めちゃくちゃ長いんで相当強いと思うんですよね近づきたくなりすぎでしょ。どんだけ、めちゃくちゃ近づきたいやん、すごいな。はい、で相手がキャラチェンすると、まあ、気力も回復するし。はい、バリアな。はい、バリア。うりゃー。マジで、えぐいな、この人。すごい。もう、蜜。蜜大好き。大好き、蜜。はい。OK。よーし。2周目のライジングもいけそうやな。いや、火力高すぎ。どうするよ、どうする。あー、ミスった。最悪、バリアでよかった。今の何のためのバリアや。うわ、マジかよマジかよ、めちゃくちゃ密着したがるやんけ。嫌なんですけど、僕あんまりね、知らない人に近寄られんの好きじゃないんで。何近づいとんねんって感じになるんで、できれば離れていただきたい。まあでもこの密着状態をあえて利用して、そのバリアかませまくれてるんで、まあ、めちゃくちゃ火力は高いはず。入ったんかい入るんかい。いやー、ミスった。最悪。まあでも残り1体プラスメインアビリティ使ってしまってるということで、まあ、ライジングを、アルブ以外で受ければ全然問題ないと思うんでね。えい、甘い甘い。
バリアの支柱にはまったな。対戦ありがとうございました。もう終わりか。あっけなかったな。はい、マッチングしました。合体選手パーティー。また黄色おらんやん。すごくね。これでいこうか。また黄色いない。黄色ね、今の環境強いと思うんだけどな。で、合体ザマスが入ってる。ただ、こっち再生パーティーなんで、まあ、スーパーベジットの方が出てくるんじゃないですかね。再生特攻持ってるんでね。で、まあ、覚醒ブーの覚醒ランクも1なんで、それほど警戒することなくベジットブルー出してくんのかな、まあ、さっきの試合みたいに。さあ、対戦やっていきましょう。よろしく。あ、出てこへん。今度は出てこへんのか。射撃圧。まあ、これ有利属性のあれやから、結構痛いと思うんだよな。うわぁ、避けれない。避けれないっていうか、ちょっと俺がずらしちゃったんだな。さあ、怖い。この変身後テンクスもマジでズバズバ減るから、ちょっと怖いんだよな。はい。ほんなら、こっちで必殺圧。ドン。変身するか。あー、これ射撃圧ちょっと合わせるわ。打撃かい。打撃かい。よーし。いただき。まあ、ここはもちろん、カバチェン外しますよ。よし。ナイス。ナイスだ、ナイス。はい。で、人造人間21号の待機カウントはめちゃくちゃ短いんで、すぐに帰れると。はい、ライジング。いや、強え。強いんじゃないの？この特殊圧かっこよすぎ。はいはいと。OK。なんかね、コメント欄で見たんやけど、再生パーティーより未来パーティーの方が特殊圧ライジング読まれやすいらしい。やっぱりベジットブルーとかさ、あっぶね。いや、マジで。ベジットブルーとか、怒りトランクスとか、やっぱ特殊圧結構引っ張ってくるじゃないですか。まあ、そういう理由でしょうね。はい。よーし。ナイス。このまま殴っていくか。後ろケフラなんで、変えづらいと思うんだよな。はい。落としちゃうよ、そのまま。ありがたすぎ。OK。さあ、来い。バリア持ってるよ。バリア持ってるよ。OK。そう、単発射撃連打はダメよ。哀れなものだな。はい、マッチングしました。合体戦士なのかな？よくわからんな。いや、これちょっと色悩む。だ紫おらんのか。いや、でも覚醒ブー緑2枚はちょっと腐りそうなんだよな。これでいっか。まあ、やっぱり結局のところ、ケフラのコンボとか、ベジットブルーのコンボを、まあ、パーフェクトセルが一回避けれるっていうのが、もうめちゃくちゃでかいと思うんで。はい、よろしくお願いします。怖っ。射撃。OK？通常でいいでしょう。はい。さあ、マジ？ラッキー？射撃圧来ないか。残念。いやー、怖え。いい、バリアー。はい、バリアね。いいよー。いい、強い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 。いやー、ちょっとどうしようこれ。なるほど。特殊圧で気力奪うか。特殊圧2枚ラッキー。強すぎる。はい、気力奪って。これ何本やったっけ ?30 ぐらいやったっけ35ぐらいやったっけ。とにかく結構奪うよね。合体ザマスほどとはいかんけど、相当奪うんで。動かないな。くそ。見られたか。動かざるごと、山のごとし。タコ！ナイスタコ！いいぞ。ダメージ稼いでいけ、もう。で、黄色出てきたら、帰るわ。オッケー。究極圧まで入れちゃうか。こいつが怖いんだよな。めちゃくちゃ強い。はい、究極圧。チッチッチ。
よいしょ。で、気力奪ってと。ドラミング。射撃圧。気力奪われんのきついでしょう。合体ザマスも同じことやってるからね。気力奪っていく。やばすぎ。アップな。よーし。いいよ、ライジング。あ、そのまま？マジで？おりゃー。よし。レジットブルー、成敗。いいよ、いいペース。バリアある。はい、バリア。あつえ！バリア最強！無敵やんけ、バリア。マジで。マジで強い。必殺アーツ。で、これはあれでしょ？記録奪うんでしょ？やりてえ放題かよ。気持ちいいか、悟空。あー、ちょっとラグくなった。ちょっとラグくなった。マジでワロリンティウス。はい。通常で落とし切っていく。さあ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 。わあ、マジでやるな。やるね。ただ瞬間移動残ってるっていう絶望感。使ってもいいけどね、別に。使うか。はい。思いっきりぶっ込んでやるのは、私の方だ。よーし。ま、さすがに所持圧で落ちるっしょ。いや、バリアマジで強い。マジで強い。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、アルティメットご飯部、使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか？いや、めちゃくちゃバリアがぶっ刺さってたよね。めっちゃ楽しかったわ。普通になんか性格悪いなって感じやけど、すごいバリア強いですよね。で、相手がバニシングで、アルブの攻撃を避けた時に、まあ、特殊圧を2枚まで引っ張ってきてくれるんで、まあ普通にバリアが刺さるというか、で、バリア刺さっちゃえば、追撃できるんでね、やっぱ強いんじゃないかなと思います。まあ、まだまだ捨てたもんじゃない1周年キャラクターだったなって感じですね。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンボールライフを、バイバイ。Bay while you're alone. This girl's a wonder.